はいスタートようこそ今夜僕は「ニール・ギア・ルーム」スペシャルエディション今日は重大な発表があります僕ニール・ハートマンカー男子シリーズの監督発表します カメラをやめたカメラをやめたちょっと言い方が間違ったかなカメラはやめるわけじゃないんだけどニコンのカメラをやめることにした ごめんニコン今まで大変お世話にでりましたちょっと違うの使ってみたいかもえーニコンは長年愛用しました25年ぐらいずーっと使ってきましたニコンのレンズもいいレンズだニコンのバディもしっかりしてるニコンのことはかっこいいなと思っておりますたまにはさ違うの使ってみたいのよそこで みんなに大きな大きな大きなチャンス全部売るぞイェーイえー、ニコンのカメラ使ってみたいヤングクリエイターまあプロでも使いたい人いたらこれはチャンスかも僕のニコンの様々なギアをバーンと一発で売ってみたいと思いますまず相場をチェックしてみようニコンの D4 フルフレーム秒間10コマぐらいですかね ヘビーウェイトなプロユースのカメラですアマゾンアマゾン How much? 中古でグッドコンディション28万197円グッドコンディションだと思いますけどねえー、問題は特にありませんバッチリ動いてるどうですかねアマゾンの値段より2万円引いてみようか26万円グッホシ続いてニコン810この1年ちょっと このカメラ愛用してます。つい最近、ニコン、850発表になりましたね。おめでとうございます。ちょっと気になったけど、このタイミングで、ニコンやめるべと、シャベルベッドアマゾン、中古で20万円。つい最近、1ヶ月前ぐらい、オーバーホールしました。ばッっちり。ニコン、D810。どうだこれも、2万円引き、18万円 ちなみに、今日のニオズ l s g ルームスペシャルエディションは、ブラックマジックのポケットシネマカメラで撮影しております。なぜならニコンが全部ここにあるから。続いて、長年愛用しました。D800。これは、いまだにすごくいいカメラですね。Amazon、だいぶ使い込んだからね、傷もあるし。えー、Amazon は10万9千円。これは、もっとここで安くしようぜ。6万円、どうだ 6万円いいと思うよ。6万円。悪くない、悪くない。アマゾンより4万円安い。続いて、レンズに行きたいと思います。いいニコンのレンズ集めました。長い方から行こう。これはね、The Money Lens。このレンズは絶対に持たないといけない。70mm から 200mm。アマチュアでもね、これ使えばプロの写真や動画は撮れるという。7200mm。一個前の方だけどね。 アマゾンチェック !F2.8GIF ブラック92,800円グッドコンディションそうだねこれは結構でもねまあ使ってるしオーバーホールはちなみについ最近しましたピントもバッチリグッドコンディションアマゾンよりこれも2万引くか72,800円 !72,800 円なんでもとりあえず2万円引いてんだけどいいのかないきます これもね、最高のレンズです。ニコンが何年か前にこれ出しましたね。24から 70mm。F2.8GEDN。こういうね、いろいろ ED だ、N だなんかよくわからないんだけどさ。とにかく撮ったらめちゃめちゃいいし、この 24mm から 70mm っていうのは一番使うレンズになるはずです。70! あ、24!70!Amazon チェック プライスは、えー、188,900円。188,900円。これはね、まだ結構新しいし、グッドコンディションで、1万引き、178,900円。いかがでしょうか続いて、これは、誰でも買うようなレンズじゃないんだけど、これはニコンの最高級のワイドレンズ。じゃん、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 じゃん。これはですね、14ミ、mm、リから。 24mmF2.8GEDN これもスーパーハイスペックのウルトラワイド動画にもすっげえ綺麗これマジで AmazonPrice149,800 円 usedvery goodvery good c ン n これはねでもね一回正直これ落としました その時、ちょっと壊れました。すぐに、えー、サービスセンターに出して、7万円かけて直しました。バカ野郎。バカ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 野郎。30万ぐらいのレンズ。これはでもね、まあ、こうやって直してるっていうことでもあるから、ちょっと安くしたいと思います。12万9千円覚えつきで。12万9千円で。はぁ、疲れてきたー <laughs> 続いて、クラシックのレンズ来ます。こう長く愛用している、85mm のマニュアルフォーカス。 綺麗な写真撮ります。オートフォーカスじゃないですよ。マニュアルフォーカス。1.4から16。Amazon.used.good condition.18000 円 ?18000 円安いな。これどう,どうしようかな。17000円でいきたいと思います。17000円。6 0ミリマクロ付き。オートフォーカス。マクロ付きの6 0ミリ素晴らしいレンズ。マクロもめちゃめちゃ綺麗。Amazon プレイス。2万円。え、え、え、え。これも安いな。 これも最高のレンズだよ。2万円か。しゃあない。1万5千円 !1 万5千円本当に売るのかなこれ。モータードライブ。110と、えー、D800。どっちにも付きます。バッテリーの持ちが長くなるし、バーチカルで、えー、シャッターも切れる。ニコン。モータードライブ。シュンシュン。Amazon Price。How much?1 万4980円。ほとんど使ってない。1万3千円 !1 万3千円 どうですかこれはね、2倍、テレプラスプロ300、7200ミリに、もれなく、プレゼントこれを、これ付けたらこれ400ミリになるからね。どうやって売るか。特に今回はオークションではありません。値段は言ったけど、例えばね、僕は、これぐらいしかお金ないけど、なんとか、以コの D4 欲しいそういう人いたら、コメントで、またはメール、Facebook、なんでもいいんですけど、えー、僕に直接メッセージを送ってください。 16万円で売ってください。みたいな。ちょっと一個条件つけていいですかこのレンズとこのボディだけ売れて全部あと残ったら僕はプロとして非常に困ります。どうしようかな。ある程度売れないとその辺ちょっと判断させてください。このファイヤーセールを1週間ほどやりたいと思います。その間に7割ぐらい売れなかったらニールらしくさらっとやめる。 ベーニールのスーパーニコンセール。全部一気に買ってくれる人いたら嬉しい。ニールのニコンコレクション。どーンと行かないんですかねさっき僕言った金額を全部足していくと、この値段ですすげえ ニールがカメラをやめるわけがないんですよ。僕、カメラ大好き。映像撮るのも大好き。編集するのも大好き。YouTube も大好き。えー、みんなからのコメントお待ちしております。カメラ好きの仲間がいたら、ぜひ、この映像を紹介してください。検討してみてください。イェイもう一個出てきた。ニコン AF ニコール 300mm。古いやつなんだけど、ちょっとこれもね、緩いんだよね。たくさん買う人いたら、

YouTube のニールのギアチェックを見よう。